サンドウェッジで30から50ヤードを打つドリルを教わってるんですけど、うん、ティーアップする練習も入れようって以前教わってます、うん、なぜティーアップをするかクラブフェースのどこに当てるかってどの高さに当てるかってゴルフはすごく重要なんだこの真ん中ではなくて真ん中でもちょっと下目に本来のこのクラブの重心って存在してるわけ 2>, 2本目と3本目まあ2本目3本目4本目ってよくそのまあこのスカラインの,この幅によっても違うからさだから大体この 思っているよりもみんなが思っているよりも下目に本来のスイートスポットがあるわけよ。で、よくみんなって、ね、横に対してのね、センターってよく考えるんだけど、高さって意外とないがしろなのよみんな。だからまあそういうふうなことのためにティーアップをしてると、ちょっと間違えると上に当たっちゃうじゃん。上に当たったらポコンっていっちゃうから、できるだけ下の方で打つ練習しなさい。それで入射角度を安定させなさいっていうふうな練習のためにさせるのね。